皆さんこんにちは。今日の船子です。昨年の11月から12月にかけて約1ヶ月の間、福岡県古賀市の古賀市立歴史資料館で船原古墳の遺物の企画展を行いました。その企画展が好評だったので、今回展示の解説動画を作ってみました。ダイジェスト版ですが、もしよければ見ていってください。船原古墳は福岡県古賀市にある6世紀末から7世紀の初め頃に作られた前方後円墳と呼ばれる古墳です。今から8年前にこの古墳の横から7つの穴が見つかりました。そしてその7つの穴から合計で馬10頭分の馬具のセットが見つかりました。1つの古墳から馬10頭分もの馬具が見つかったのは日本では初めてです。そこで今回の展示では馬具に焦点を当てて、これだけ数多くの馬具を持っていた船原古墳に眠っている人物、この被葬者は一体どういう人物だったのか、その謎に迫っていきました。船原古墳では馬柱や蛇行状鉄器、ガラス装飾付き辻金具や鳳凰門信用系業用など朝鮮半島とゆかりを持つ馬具が多く見つかっています。この朝鮮半島系の馬具の多くは朝鮮半島でもほとんど出土していなかったり、玉虫で装飾された馬具のように新羅の王族の墓にしか副葬されない壮麗で珍しい馬具などが見つかっています。そのためこれら朝鮮半島系の馬具からは、船原古墳の被葬者は朝鮮半島との外交において北部九州沿岸地域という地理的な特徴を生かして朝鮮半島との窓口として重要な役割を担っていたということが想像できそうです。一方で船原古墳では注目されがちな朝鮮半島系の馬具以外に、実は日本国内でしか密度していない馬具も見つかっています。例えばこのお花の形をした花形馬具であったり、国内で感動を通る際に使用したと考えられている青銅製の鈴など、国内である役割を持って使われた馬具も見つかっています。こういった馬具を見てみると、船原古墳の被葬者は大和王権と深くつながり、古賀市域周辺の交通に関わるような役割を担っていた可能性も考えられそうです。また今回初めての展示となる二号都港から出土した靴は4点は、飾りのついていないとてもシンプルな実用的な馬具です。二号都港ではこの実用的な靴輪をつけた馬が一緒に埋められていた、そういった可能性も想定されています。この古墳の横に一緒に馬を入れるという風習は、当時馬を飼育していた人々がお葬式の時にしていた特有の儀礼と考えられているものです。ですので船原古墳の被葬者も古賀市周辺の地域で馬の飼育や生産に関わっていたような、そういった人物ということも考えられそうです。さらに船原古墳はこれまで前方後円墳が作られなかった古賀市域で唯一築造された前方後円墳です。そのため船原古墳の被葬者はこの地域に突然現れて急に力を伸ばし、そして6世紀末頃から7世紀の初め頃に葬られた新しい市長だったというふうに考えられそうです。このような現象は日本国内の他の地域でも見られ、地方からの人材投与や中央からの人材派遣など、当時の大和王権内の政治的な変革が反映されたものと考えられます。古賀市内で唯一の前方後円墳を作り、壮麗かつ
希少な一品の数々を入手することができた海原古墳の被葬者は、日本列島内においても朝鮮半島との交渉においても、地域の主張ながら大和王権の政治活動に参与して重要な役割を担い、大きな成果を上げた英雄といったところではないでしょうか。今回の展示で示した海原古墳の被葬者像は、海原古墳から出土したバグで捉えた一面にすぎません。海原古墳ではバグ以外にも遺物がたくさん見つかっています。今後も調査と研究を進めて、さらに海原古墳の被葬者の謎に迫っていきますので、乞うご期待ください。最後まで見ていただいてありがとうございました。